ドラゴンクエスト7エデンの戦士たち、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。この方がミーディーさん、そしてクレマンさん。クレマンさんがあの老人さんなんですね。もう何年も雨乞いで雨が降ったことなどありませんからね。そうか、魔物が出始めると聞いております。お気をつけください。この女性がミリーさん。さっきのミリーさんと結婚したいって言ってた方はこの人かな。微笑んでいる気がする。今年は雨乞いが買い出しに行ったし、うまく雨が降ったその隙にミリーと一気にお近づきに。なんか悪しき心をお持ちの方ですね、この方はね。人が出てこなくなったんで、じゃあ次は。つながりがなくなってしまったので。物語がありますね、ちゃんとね、石像一つ一つに。うろちょろしてるおばさま、あ、少女のお母さんかな、おばちゃんか、ヨゼフ。もしかしたら、うん、知らない。あの子に会ったら家に帰るように。よし、これでまた話がつながりそうですね。で、多分回想が終わって、次聞くのは右にいる女の子かな。そしたらなんか多分ね、どっかに隠し場所みたいなものがあって、そこに行けるようになってって感じじゃない。火のとこから出てきましたね。誰もいないか確認して、このことをメモして本の間にでも挟んでおけば。これ大事ですね、このセリフはすごい大事。本の間、落書きなんてしてる。あ、そこに目印、すごいのを発見した、秘密基地。そこね、オッケー。この形から見ると分かりづらいですけど、先に確認していきましょう。まあ木がね、枯れちゃって分かんなくなってると思いますが、ここですね。ちげえし、ちげえんだな。じゃあ、あの地形、あれ、こう見てたと思ったんだけど違ったか。確かに若干ちげえな。どこでしょう。ん？待って。ここか、ここか、あった。えへへ、目印。は？え、ピンとこない。まずいぞ、これ。えへへ、目印。ここが来たけど。まだ足りないのかな。何かが足りないのかもしれない。一応見て回りますか。とにかく秘密基地があるんですね。で、ヨゼフ君がいないのはなぜだろう。お、この人がヨゼフ君のお父さん。バーテンの旦那。以前は戦地、あ、そうだったんだ。私たちの先祖がまた町を作った。ん？地面の下から昔の道具が出ることがあるそう。へえ。うん、もしかしたらこのヨゼフ君っていうのは紫色の雲から発せられた雨から身を守れたかもしれませんね。バーテンの中に人はいなかった。これがヨゼフ君のお父さんのキーンさんですね。
何言ってるんだ。ち、わかったよ。おお、やってるやってる。どうしたら降ってきたんですね、本当にね。けどその雨っていうのは、かっからだか。動いて動いて動いて家の中に入ろうとしたけど、そこでってことか。なるほど。あー、砕け散った。ごめん、本棚のとこにメモがあるんじゃない？やっぱりお父さんがよく行く店の下の崖、僕の落書きのすぐ近く、とんがった木の下が入り口。そっか、このメモ読まないとさっきのとこには行けないんだな。うわぁ、朽ち果ててしまったか、ごめん。あそこですね。けどちょっと待ってね、先に外にいる人の石像の階層すべて見ます。あとこの女性だけかな。みんな雨乞い中だったか、外に出てたはず。あれ、この方がミリーさんですか。ごめんごめん。どうするか決めた。買い出しには今年も僕は行こう。そんな今外には魔物がいる。そう、誰かが買い出しに行かなきゃいけない。お、こういう過去があったんですね。クレマンさんっていうのは今この町の北の方に座っているおじいさんのことなんですけど、この石像見るのも辛いんでしょうね。そしたらかわいそうに。じゃあヨゼフ君、もう50年以上、もうくんづけしちゃ悪い気がしますけど、じゃあ朝になってからもう一回調べてみますか。その前におじい様の話を聞きましょう。っていうかクレマンさんの話を聞きましょうね。やはりか。そっか、話せる仲間がいねえか。じゃあもう一回お休みしましょう。悲劇の村ですね。アルス一人の大冒険。一応これ朝になってるっていう設定のはずなので、でちょっと仲間に話しかけてみますか。ドヤ顔でお、出たよ。臆病なとか言うなし。いるかな、ヨゼフ君。すげえな。あっちに階段ありますね。ぐるっと一周してくるパターンかな。ん？違いましたね。おお、すげえ。石碑の上じゃないですかこれ。へえ、そんな風になってたんだ。さらに下へ。宝の匂いじゃ。でもヨゼフ君いないね。宝の匂いじゃ、宝の匂いじゃ。薬草だけなんて、いやー、薬草と5ゴールド寂しすぎる。その2か、その1もありそうですね。にしてもすごい。そしてヨゼフ君はいなかったか。秘密基地2か。秘密基地1はどこだろう。確かに2つあるようなことを匂わせてましたよね、ヨゼフ君。おじい様はどこへ。いた。結構食らってる。
うん、空気に溶けてゆっくりと落ちていくものだとか、例えば高いところから。いや、なるほどね。はいはい、ちょっと使ってみましょうか。もう10分も経っちゃったんか。ドラクエってほんといつの間にか時間が経ちますよね。ほんとすごいな。石の上、まあ相当高いと思うけど、さすがにダメかな。お、反応した。ヨゼフ君のお父さんだけは朽ち果ててしまったんだけど。お、あれ、石と化した人々は戻りませんでしたが、ヨゼフ君だけ出てきましたね。変わらぬ姿で。ヨゼフ君も若干雨に当たってしまったのかな。とにかく行ってみましょうよ。そんなとこに秘密基地1があったか。いやいやいや、みんな石化してるんだけど。うん、知ってるよ。50年が過ぎてる。ヨゼフ君を仲間に加えて、ではおじいさんとこ行ってますか。ちょっとヨゼフ君連れたまま毒沼入るのかわいそうなんで、回っていきますね。後で階段の下も調べましょう。急に辺りが明るくなったような気がしますが、はい、ヨイドレキーンのせがれ、名は確かヨゼフと言ったか。地下の秘密基地、それで今まで風にさらされず姿は無事なままで。旅の方は奇跡だ。町はまだ死んでなどおらんかったのだ。乾杯をあげましょう。新しい希望を手にした老人の顔はみるみるうちに生気を取り戻した。町の人は今はもういない。少年もやがてそのことを真実として受け止め始めた。老人は自分がヨゼフを引き取りたいと申し出た。ヨゼフもすぐに老人に打ち解けたようだった。そして夜が明けた。ああ、ヨゼフが仲の良かった女の子の前に。灰色の雨という存在を知らずに生きる者にその恐怖を伝えて歩く。できることならこの町の人々を元に戻す方法、パミラ婆さんに聞けばなんか教えてくれそうですよね。ありがとう。ついていってあげても。おう、全然気にせず。ん、何も話してくれないか。秘密基地1。不思議な石板がなんとこんなところに。黄色を手に入れました。あとは何もなさそうですね。それじゃ終わりますかね。名残惜しいですけど。それじゃあ戻りますか。ちょっと戻った後に何かセリフがあるかもしれないんで、キーファーたちの。そこまで頑張りましょう。なかった。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。